さあやっていきましょう。今回はレオノーラ使います。よかろう。貴様に手を貸してやる。安心せよ。このレオノーラ、一度交わした約定は違えぬ。女帝に二言もないといった感じですね。まあ少し他の竜の女の子に比べるとちょっとなんか年上の感じがするし、結構グラマラスなボディをしているんでね、まあ結構お姉さんって言われることが多いんじゃないでしょうか。まあそんな竜属性界のおかんことレオノーラなわけなんですが、性能見ていきましょう。まず HP とアタック非常に高いですね。 HP1500 を超えてるっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思います。でスキルが場面で表になっている間、自分の竜ゴマがね基本アタック1倍から 1.4 倍の間で上昇して、場面のコマ数が少ないほど効果が大きいと。でコンボスキルが、まあ、ターン開始時自分の手ゴマに竜ゴマ4枚ちょうどの時に 1.4 倍になるということで、まあ、これはね竜パのバフ要因としては非常にね優秀なコマとなっております。まあ竜のオルロソロシエとか持ってない人はねこいつおすすめですね。まあ場合によってはこいつの方が強い時あるからね。でこれ何がいいかって、スキルコンボスキルがねレベル1とレベル2がマックスなわけで、まあこのスキルの方に至ってはねレベル1もう出た段階で、手に入れた段階でレベル1でも使えるっていうことなんでね。でまあここまで語っておいて何が言いたいかっていうと、10月5日の昼までこいつ逆転コイン並んでるんですよ。でこれ持ってない方ぜひ手に入れてください。多分この動画がね10月4日の晩あたりに出てると思うんで、まあ、そうですね、これを、まあ、私の動画、そうですね、私のチャンネル登録してる方で通知飛んできて、通知見て飛んできましたという方で、今見てる人、今10月4日の晩に見ているあなた、それから10月5日の朝か昼間に見てるあなた、今すぐ買ってくださいということで、今回はデネブリーダーで S5 の B2 の編成でね、こんな感じのリューパーでやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。聞いたらリューパー同士の対戦、これねリューパーのミラーでもね使えるんですよ、このレオノーラっていうのはね。さあ高校ですが手駒は来ましたね、レオノーラ。オッケーで、こういう置きバフ系の駒を置いたと、手に入れた時っていうか、その手駒にねある時、高校で、リューパー同士の対戦でおすすめの打ち方があって、まあ私のなんかそのリューパーのなんかなんていうなんだっけ、リューパーのね戦い方を一緒に学びましょうみたいな動画ね昔あったと思うんですけど、でこうやって X 打ちするじゃないですか。で相手が例えばこの盤面だと C の2とか B の3に置いてきたときに、こっちが D6 に置くみたいな置き方をね教えたと思うんですけど、あっとあらそっち来たか、ちょっとそれは予定外ですね。まあ、いやここで最近竜だったらねこうやって今で言うと神強化マスとか踏んでガンガン攻めてくるっていうのがよくあるんですけど、そこに対して例えばこの場面だったら神強化を取ってきたときに D6 に置いてみたいな感じの進行を教えようと思ったんですけど、はい、すべて水の案になりましたね。まあ、それはまたまた後で動画でね、語っておきます。では、やっていきましょう。さあファウルーナ、なるほどレオノーこれイモードラのコンボが怖くないのかな。いやでもここはレオノーラでこっち取って、この進行になったときに、ね、ここ取るの結構いいんですよね。時と場合によりますけど、ここを取ることによって相手が次のターン E3 に配置できなくなるんですね。でこれでイモードラ取りましたね。 OK でこれでイモードラを取ってきた場合ね、ここの置き方なんですけど、ここの正解はですね B の4ですね。ここでここに置くことによって相手が、打てる箇所が3箇所になるんですけど、その3箇所どれもがゲレルドレイクのコンボスキルとねつながるんですよね。1、2、3箇所かな、そうですね、まあ、おそらく X に打ってくると思います。 B の2ですね。そしたらゲレルドレイクのコンボスキルをね1枚返しで発動になるんでと思いきや、そうでもなかったか。さあここをグッとこらえて、グッとこらえてさ、なんかいけるかな。ああ来ましたね、焼き芋。なんかちょっと見た目焼き芋に似てないこの手駒の画面のこのフォーマルハートということで、私はこのフォーマルハートを焼き芋と呼んでいることは置いといて3枚返し行きましょう。うん、いい努力。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。フルカスリーダーですね。まあ、今回は貫通枠3枚入ってるからカウンターとか罠とか置かれても問題はなさそう。しっかり貫通いけてますね。しかも今回先行ですね。なんだとスタンプ、開幕なんだとスタンプであれば私は開幕よろしくお願いスタンプですね。見てください、この私のみすぼらしいスタンプ画面。2と3はこうやってがっちり入ってるんですけど、1はねこうやってなんかスタンプミスがないようにね、よろしくお願いします。対戦レートしかないもう備わっていないということで、さあ私のスタンプ事情がバレたところで、相手はとりあえず初手フルカス安定でしょうね。こっちが2手目に X 打ちするっていうのは相手も想定してあると思うんで、これフルカスのコンボスキルが使えるという点でおそらく
エビのエビじゃないか、あそっちか。いやでもこれもありなんだよな、これも強いんですよ、これも強いんですよね。あっと、はい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 、これコンボスキルが減少していないほど火力アップか。いやでもこいつはなんかフィニッシャーとして使いたい感じもするんですけど、ここはちょっと打っときましょう。これちょっと打っときましょう。でこれでライハを取ってきた時に何で取るかにもよるんですけど、あやっぱアズ持ってたか。いやそうなんですよ、この X 打つとき、ショート X 打つときね、こうやってアズとか強いコンボスキルを持つ駒をね、こうやって出すために進行していくことは結構あるんですよね。さあどうしようかな。こいつ確か減少するほどアルマグエラは火力上がるからつってもな、ここはアズ消さないとまずいな。終焉の炎を振り注げ、 OK、 しっかりエスゴマ引けてますね。あとはレオノーラを引きたいところではありますね。レオノーラ引こうかね、おばさん早起き早いやろ。おばいや、おばさんではない、決しておばさんではないんだ、豊島なだけで。いや豊島も悪口だな、ダメ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 、そんなね、私そんな悪口言う人じゃないですから、大丈夫、決してそんなことはないんだ。でここなんですけど、どうしようかな、ちょっとな難しいな、一回ちょっとグレディオで2枚返しでもしときましょうか。罠は回収できなかったので、何の罠かかというと、おそらく特殊罠でブラフを張ったか、それかトゥーミエですね。トゥーミエである可能性は高いな。ただ相手のコンボスキル、そうですね、フルカスのコンボスキル、そこまでこちらのダメージは少ないので、ここで相手がグレリオを取ってきた場合、次のターン F5 に配置してコンボスキルを狙うといった、あなるほど、あーそれはちょっとコンボ強いな、どうしようかな。レオノーラ引きましたね。動画、いやここは普通にアルマグエラであいつを回収したいんですけど、動画的にちょっとレオノーラを使いたいんで、ちょっとレオノーラでいきます。さあトゥーミエでない、 OK、 よかった。でここの2枚返しですね、マスティバであれば耐えますね。マスティバであれば1200の2倍4倍で4800の 1.2 倍なんで、おそらく6000ぐらいでとど、まってくれると思います。ルキアとか来た場合ゲレルドレイクが出るので、3枚返しだったら、おっとそれは大丈夫ですね。 OKOKOK、 盤面3枚ですからね、私のねコンボスキル発動圏内はね。さあ行くぜ、これがレオノーラの強さっていうのを見せつけてあげましょうか。暗いな、存分にたけるがよい。大変ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。今回レオノーラ使ったんですが、まあ優秀ですね。コンボスキルが 1.4 倍と低倍率ではあるものの、こいつ自身のねバフが結構、まあ、恩恵がね受けられるんで、まあ、悪くはないかなと思います。最近だとガルディラとか、あと竜のオルロソルシエとかの登場で、まあ、影が薄くはなりがちですが、まあ、今でも十分強い性能を持っているので、持ってないという方はぜひね逆転コインでこいつを買ってみてください。オープニングでも言いましたけどね、10月5日の昼まで今逆転コイン売ってますというわけで、今すぐ逆転コインで、ぜひレオノーラ買ってですねリューパーを組んでみてください。ではこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。はい、というわけでここからはおまけ動画となります。まあ本編のはねもう終わってるんで、まあこの部分は全然見なくてもいいんですけど、まあ本編の一戦目ですね、一戦目で私が伝えたかったことをここで補足していこうじゃないかというコーナーでございます。さあというわけで、皆さんお持ちのねお持ちの教科書、逆転の書攻略アプリを開いてください。で逆転の書攻略アプリのこの修行研究のオセロ修行場を開いてくださいといった感じなんですが、まあこのノリももういいかで私が伝えたかったのは、まあこうやって打っていくじゃないですか、こちらが高校として考えてください。でまあ、これショートや X 打ちますよね。で最近の竜だとこうやって打って、ね、角ここを取らせて、でもうこの先行でもう取らせてこの先行の最後のこうですね F の5の一撃で終わらせるっていうのが、まあ、最近の竜パのムーブとしてはねあるんですよ。竜対竜の場合なんですけどね。でそうさせない打ち方があって、まあ、これもう知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここ打たれるじゃないですか。でこの F の4に展開するんですよね。で F の4に展開して、まあ、相手はおそらく2枚返しこの B の2に置いてきます。で、その後 B の4と置くことによって相手に1枚返ししかさせないと。でこれ何がいいかというと、こうやって相手に、まあ、ここ取られてこっち角取って、こうやって D の5から、F の5のこのコンボとして、まあ、このコンボをねつなげられるよりかこっちの方がね HP が残りやすいんですよね。でここで例えば相手がこっちに打ったとしたら、
まあワンチャンここで角もう一回取ったら相手次のターンね1枚返ししかできないからもう一旦耐えられる可能性もあるし、それかここで D の6と打つことによってこの D の6、まあそうですね、 F の4に置かれている駒が強いコンボを持っていた場合この D の6で、まあ、仕留めきれるということがね結構あるんで、おすすめですね。ということで、まあ、この進行の場合だとこの F の4がね強いコンボを持つスキル、まあ、スキルコンボスキル、まあ、例えば、まあ、竜のオロロソルシエであったりとか、それこそさっき動画で使ったレオノーラであったりとか、あとはリョモウとか、その辺がおすすめですね。うん。ということで、こういう進行もあるよっていう、それだけのコーナーでした。まあ、ほとんど知ってる、うん。もうほとんどの方知ってるとは思うんですけど、まあ、一戦目でちょっと言いたかったことがね、最後まで伝えきれていなかったので、まあ、そういうね、こういう進行もあるんだよっていうことをね、知らない人のために補足しておきました。では、今回この辺で終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。